さあ始まりましたブラックパイナー SOS の YouTube イエイというわけで、はい、まずはこちらをご覧ください、うん、何か分かんないよ、分かんないけど、だから俺サイも言えなかったよ。これ片方に見つけてすぐ持ってこれぐらいビビってんじゃねえ。 これもし持ってないのかお前。俺お前 Bluetooth で触りたいじゃん。あれダメだったその前から持ってるから。もう俺も持ってたよ。生まれて初めてやってる。持ってたよ、バカにすんじゃん。持ってたけど、充電しなきゃいけないじゃん。だから結局暇のが充電してる。震えてるじゃん。震えてねえよ。口の顔色悪いよ。これ寒いからだっけ、雪降ってんだから。はい、というわけで今日ファッションですね。今日はですね、このパーカーですね。僕あんまパーカーは普段そんな着ないんですけども、今日はこのマシンガンズパーカー、はい、ファッション界は家でやってるんですけど、これやめてんじゃん。着こなし方としては、はい、まあ結構ちょっとファッションもやった方がいいっていうのと、あとやっぱポイントはこれですね。このこれたまに結んだりしてる。紐をね、なんか取るのは結構おじさんらしいんですけど、最近この調整回数がいかないからファッション界はなしに。まあ流行ってるというか、まあ、ちょっとこだわってるというか、結んだりするそういう着こなしもおすすめです、うん、と思ったんですけども、今日はファッションじゃないんです。今日やりたいのはこちらですね。はい、タクヤのダイエット飯ということでですね、用意するのはこっちの牛丼お持ち帰りですね、並盛りですね。で、まあ僕普段セパレートにはしないんですけど、さすがにお持ち帰りでこれね、昨日の牛丼なんで、ちょっとさすがにちょっとセパレートにしちゃいました。すいません。普段だったらセパレートにしないで、店員さんの負担を軽減してるんですが、ちょっとこの豆腐、でもキャベツ。キャベツもあったり、結構な油だと思う。で、まあ内臓君が大好きなもやしですね。もやしもちょっと使ってある、ね。今、3分の1。もやしは必須だよ。知ってる。で、あとまあこれ。肉買ってないのもらった？スーパーとかでもらえる。肉買った？内臓君が好きな無料の牛脂ですね。これはね、サラダもらえるんで、ちょっとなんか肉を買うときにちょっと多めにもらう。肉買わないときはもらわないでください。肉買ったときにもらうんですよね、よくわかりましたか。相当前に牛丼した方が入れちゃいます。で、やっぱ普通の油使いでこれ使った方が美味しいな。このキャベツはね、レンチンしちゃいます。あれキャベツですね。キャベツ。4分ぐらいやっちゃいますかね。それで、鉄？今から何を作るかと言いますと、まあ、チャーハンですね。はい、もうだいぶ油溶けてきました。それでその間に今卵がなんか3つ割りましたね。だからなんとなく混ぜたら、鉄使ってるの？テフロンだと思う。テフロンが剥げてきた。剥げすぎちゃったってこと？まず卵を入れます。こびりつくの昔も言ってます。趣旨と違うこと言うなよ。鉄フライパン使ってたよ。卵これでもセパレートなんで。3つ入れたの。ご飯。まず卵を入れる順番か。いや、もうチャーハンの順番じゃん、うん、はい、うん、ご飯も入れました。これも冷や飯のままなんで硬いですけど、はい、もう気にしなくていいです。でね、これポイントがね、結構すぐ混ぜちゃダメらしいんですよ、こういうチャーハンって。まあもうそろそろいいかな。大丈夫、ここまで、まあえて混ぜないの。これ昔もらえるテレビになったの。これ混ぜて、混ざってきたらもうチャーメンスクラッチも全部だね。まあ、あるんですね。もやしはあえてレンチンしないです。もやしはね、あんま火通しすぎる、あんま通ってないぐらいの方が下手したら美味しいんで、なんかふにゃふにゃになっちゃうんで。量も食べたいんです、大好きって。でも牛丼一杯でも満足できないよって人のためにこの辺はしてます。それでまあ、あと量を増やしてある牛肉ですね。卵のまんまいっちゃっても、汁もそのままいっちゃって、その方がね、まず、ね、牛丼一杯多分3人で増やしたいってことだね。豆腐入れちゃうのこれ。そうや、豆腐の分量を食いたいの。この豆腐は別にもう温めたりしないで、どうしてもここで混ぜるんで。で、牛丼ですね。大根ですね。まあ普通に、胡椒。結構入れるね。でも胡椒も大量に入れますね。この胡椒だけだと粗挽き胡椒も入れる。ダブル胡椒。意外と違うよね、粗挽きと。まあ、塩ですね、塩。ベタな塩使ってすいません。98分見えたらすごいね、はい、そのカウントできるのこれ、はい、で、あとはちょっと味噌汁と、もう入れてやります。は
はい、というわけで、完成しました。盛り付けて、お好み噌汁で。これが、うるせえな、もらってきたやつばっかり。なんだろう、牛丼並3倍盛りチャーハンです。なんかあんまり味が想像、豆腐とかも入ってるんですけど、このボリューム見てください。チャーハン、結局チャーハン、もやしとキャベツ、うん、あとまあ牛丼の別に食べてもいいんですけど、こうやってチャーハンすることによってすごい量になるんですよ。で、まあ一応ちょっと多めにもらってきて、この生姜も入れて、動画じゃ分かりづらいかもしれないけど、これね、めっちゃ量あるかな、めちゃくちゃ量すごいですよ、これめちゃくちゃ、ほんと片手で今ギリ持てるか持てないかぐらい、いなくなってるね多分これ、そうそう、結構でかかったのにさ、3合ぐらい量あるんじゃないかな。お米は並分しか入ってないですけど、ほぼ野菜と豆腐だから、はい、早速ちょっといただこうと思います。まあ一応ね、僕もみのりとかあるんで、まあある人はかけてもいいんですけど、まあなくても全然美味しいと思います。ちょっといただきます。お店でね、はい、いただきますね。味噌汁、まあ味噌汁はね、それうまいですよ。でこれモザイクかけてる、でかいんだな。分かってる、これ俺の顔はい、ありますよ。英語なんで映しちゃいけないかって言って、僕、ニコジョッキー、まあ、本当はね、これ一食で食べなくてもいいんですけど、うん、うまい。これ本当おすすめ、あのね、やっぱダイエット中は量を食いたいんで、ダイエットすると、これも全然ね、豆腐入ってるって、下手したら気づかないぐらい。まあまあね、でも、だから、牛肉で、あ、今豆腐食ってるとこあって、やっぱ豆腐食うと思うじゃん。味もめっちゃ豆腐食ってることも気づかない。これはね、でかいチャーハンを食べてる感じ。量的に見たら、味はどうなの？並の牛丼の3倍から4倍以上。そう、チャーハン。全部米って言われても、よく思う。周りの牛丼でもこんなないもん。もちろん、本当の米も入ってるわけだ。ちょっと海苔も食べたい。まあ、途中で味変で海苔入れてもいいし。チャーハンに海苔って卵も3つ入ってるから、よくかけるの？タンパク質的なのも取れるの？海苔コービスかかってる時あるでしょ。チャーハン、うん、どうせ朝増しのチラシ寿司とかどうだ。いや、それわかるよ、チャーハンめっちゃおすすめ。そうでもあると思う。ある、キャベツも、もやしも豆腐も、まあ、まあ、合わないもんね、ご飯だからさ、もちろんないとは思うけど、しかも卵も3つも入ってるから結構皆さんもぜひやってみてください。タンパク質もあるし、最高。はい、買いました、というわけで、はい、ちゃんと僕は家で取ってきたりしてるんですけど、はい、どうですか、そこら辺は。そうですね、ダイエットとかするつもりあるんですか。はい、あるんだよ、これが。あるんだよ、これが。って今、二郎食ってきたんじゃないかよ。言うなよ。よく二人とも今お腹いっぱい。言うなよ。よく見れたな。通りで美味しそうとか思わないって、なんかやたら批判してくると思ったら、今お腹いっぱいだからだろ。お腹いっぱいなんだよね。二郎でお腹いっぱいの時に見る動画じゃないから。でも本当にね、やっぱね、これね、ぶっちゃけ撮ったのね、結構前だ。3週間ぐらい前撮ったんだけど、この時はもうダイエットやる気満々で、この時は、お正月からも毎日筋トレして、おで毎日炭水化物1日1食に抑えて、よしやっていこうっていうところを取ったりしてた、はいはい、じゃあそっから俺風邪ひいちゃってさ、風邪ひいちゃったら栄養を取るしかないじゃん。まあまあ治すにはね。そう、はい、ね、これでもう俺しかもなんか、家系ラーメンが風邪に治りやすいっていうのを聞いたことあるからよく食べる、うん、これでもう今はダイエットやめてもう3週間ぐらい経ってます。でこの時までも結構やってた、毎日年明けてからやってた、筋トレして、うんうん、節制してたけど、うんうん、だから風邪ひいちゃったらしょうがなくない？だって栄養取んないと治んないじゃん。そうだけど今日は別にさ、ひいてないのにジロー食ったでしょ。それは動画のためだから。 あと、なんだろう、なんか治りかけん時も、うん、まあ、ここで栄養取んないとまた ひいちゃうかもしれないなと思って。繰り返す的な、うん、そう、だからまだ俺ずっと喉痛いふりしてずっと やらせてもらってる。でも喉飴食うでしょ、まあ、ぐくってる。本当はあれとかもダメだけど、喉飴はしょうがないじゃん。しょうがない、喉飴別に太んないでしょ。いやでも飴とかってすごい太るっていう。あ、糖分？そう、だから本当はダメだけど、うん、まあそれは体調が万全に、まあまあまあね、するために、ほぼ喉なんて今もどうにもないんだけど、まあ、でもちょっとなんかイガラっぽいふりすればまあまあダメ、まあ飴は別にまあまあ最高、はい、だから本当ダイエットおすすめ。ダイエットやる気あんの？いや俺確かになんかだらしない体と顔してるもんな。いや俺今日、本当に今日、うん、あのネットランニングシューズ買って。え？ランニングシューズ。あ、これもういらないな、聞こえづらいなと思ったら撮ってた、撮ってたよ。ランニングシューズ買って、うん、だからもうまた細かく破られたかと思った。多分こっち聞こえづらいなと思ったら、これ入ってました、ね、そっち破りづらいだろ。もう俺も走ろうと思って、うん、だからもう買って、もうそれはだからまあまあその張り切るのはもちろんいいんだけど、はい、毎日ちょっとずつでもやるってなるとやっぱ運動と飯の、うん、やっぱこれ、ね、まあ、両方やんなきゃダメだから。そうね、だからランニングしたからもうラーメン食ってもいいやとかじゃなくて、うん、まあ、もちろんだからもちろん運動もやってください。はい、それで、飯も、ね、だ炭水化物で飯のルールだけ教えて。飯のルール、じゃあ俺も今日からまたやる。毎日必ず、なんか3段階つけてるの。
運動、軽い運動やった日か、うん、めっちゃ運動やるか、まあまあ運動やった日をなんかカレンダーにつけてる。でそれはね、どういう差し掛け、まあまあとかっていうの、自分の感覚、今日やったなみたいな。違う違う、絶対お前の好きなやつ、絶対好きっていうか、これだけはやるっていうのが、この足の、はいはい、ここの太ももの筋肉が一番でかいらしいから、はいはい、これ消費る、はい、これを、20回を3セット、これはどんな時でも絶対やる、はいはい、でこれがあんまやんない日、あこれあんまやんない、ね、それで、はいはい、まあまあやった日っていうのは、うん、腕立てもこれに入ります、腕立てを3セット、はい、これで結構やった日ってのはこれにシャドウ入ってくる。うるせえな。なんだ。俺入んなかったらシャドウいつ入んのって言う男で、シャドウちゃんとやってくる。なんでお前は人のシャドウをいじってくんだよ。何を。やっぱなかなかいないじゃん。40超えてシャドウやってる人。俺こうやっていつもこうやって突っ込んでるけど、うん、本当はこうやっていきたいから。ダメだよ。そのボクサーがやっちゃダメなの。そういう。ボクサー、ね。ボクサーダメでしょ。俺がシャドウボクシングやってることをさ、俺が前シャドウボクシング家でやってるって言ったらさ、顔こうやってアフアメさん。家でやってるからいいんだもん。この間ライブの袖でやってる人いたぞ。そういうのよりいいだろ。それよりはいい。それよりはいいね。はい。だからその3段階で、はいはい、うん、まあちょっと最低でもこれはやろう。まあでも今日はちょっと時間あるからこれやろうこれやろうみたいなことは僕決めてます。それで今日から炭水化物も一食。内藤君はどうしますか、はい。そうね。お前自分に甘いでおなじみだからね。いや、ね、自分が甘いの糖分、その糖分で太ってる。その糖分で。ちょっと一言言わして。はい。まあ家族でご飯食うじゃない。うん。子供2人いるわけよ、うん、残すわけよ。だからもう初めからお前なしでいいじゃん。もう残したものを食べる係なの。そう、残したものを俺食べる係なの。だから初めからお前の分なくていいよ。だから残した残さないとどうすんの。だそういうなんつうのギャンブル性を持たせるじゃん。俺って食べたいじゃんご飯。それ、一食だからその言い訳するんだったら、だから初めの想定をすごい少なくするとか、だってどうせ残すなとか。そうなんだ。ルール決めないとまあまあいいやってなっちゃう。ルール決めてやる。ルール、うん、そうね。だってもうお前がどんどん太ってきたら俺もデブネタになっちゃうよ。もう、分かった。またお前豚汁出てるぞみたいな、そういうのことになっちゃう。じゃあ、はい、1日、うん、炭水化物1回、はい、これはもう守って、あと、はい、ランニングは、ランニングは一応週2で今は考えて、例えばじゃあ金の時点でやったら土日両方走るか、あの日曜倍走るとか。それダメだよ。それはダメ。それ倍とかダメ。なんでダメなのそれ。ダメだろ。俺のルールじゃん。倍、1週2回走るっつってるのに。あ、週、まあまあそうだけど週2、2日だって。俺その昔やってたのが、お弁当のご飯は半分残すってやって弁当2個食ったりしたから、そういう、そういう法の隙間を縫っちゃダメだから、 1日2回走るはダメだよ。だからだってさ、それさ、半分に分けてさ、これ2回分とかやり始める。それはだからそれやんないけど、まあ、じゃあ一応俺はまあやる、これはやると思う。だから近いじゃん土手が。で靴着たらだよ。いやそれずっと土手近いから。昨日まで今日から急に土手近くなんだったらやるのかなと思うけど、ずっと土手近くて走ってないんだから信用できないよ。いやだからまずいなと思って、これはだから言ってごらん。まず何、僕はまず子供の、まあ、それは一旦置いといて、子供の残した分を食べるは置いといて、それは絶対食べるでしょ。だから残した基本の量は何、だから1日、炭水化物1回で、子供が残した分は OK、 OK、 もうこれしょうがない。で、うん、今ほんと1週間前ぐらいからぬか漬けまた始めたの、うん、前ぬか漬けやってたんだけど、うん、ちょっとぬか腐っちゃったんだけど、うん、もう一回始めて、もう夜は、うん、そのお酒飲む時とかはもう今ぬか漬けにしてる。毎日食ってるぬか漬けで、野菜じゃん、うん、だから下手や変なのもつままないから、うん、それやって週2回、ランニングで、お酒はもう禁止で、タバコもなし。どうしたらどうしたら急に。俺死んじゃうよ。苦しい苦しいって。ほら、自分に甘いんだから。飴あげないと。そん時他頑張るんだから、ちょっととりあえず、まずは、そうね、今、そのぬか漬けダイエット頑張ってるから。うん。ぬか喜びにならないようにね。ぬか喜びにならない、全然。いや、一応かかってることとかを、いや、当たり前だよ。でそれうまく突っ込めないから無視すんなよ。なんか変な方向で突っ込んだりしろよ。もうどう突っ込んでいいか分かんないから無視するのはなしだろ。意味分かんない。無視したじゃん今。俺も気づいてないとは思ってないよ。こいつどう言っていいか分かんないから無視したなと思ってさ。無視はないよ別に。ダジャレかよとか、なんかさ、うまいこと言わなくていいよとか、そんな普通のツッコミでは嫌だなと思ったんでしょ。そう思ったの。だから無視したんでしょ。そんなやついないんだから。まあでも、ね、ちょっとこれで今のおしゃれポイントは、ああ、あのしたんでね。流行ってるの本当に。でも本当に流行ってる、流行ってるというか、別にあこういうパターンもありだよってやつ。だから
何個かあるうちの1個になってる。だたまに別にやっててもいいよ。あった。でいつも長さ同列合わないんだから。これだったらバレるもんね。はい。というわけで皆さんもダイエットしてだから。そうですね、ダイエットね。じゃあまた何ヶ月後かに内藤君もダイエット飯をちょっと取ってきたりしてよ。ダイエット飯ね。あの勝手に自分でやってきていいんだからね。いつも言わせてもらいますけど。痛い。いやもう。こういうやつがいるからね、冤罪が起きるんですよ。よりね、ダウンテレビが自分が育ってきてさ。やります、本当に。もう、これもう買ったんで、はい、僕もランニングシューズね。はい、皆さんもちょっとダイエットしてみてください。はい、ちょっとまたね、ダイエット途中経過とか報告します。そうですね。はい。それでは、チャンネル登録、高評価、お願いします。